はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、100円ショップのダイソーさんに行ったらこんなものがありましたのでね、ご紹介したいと思います。はい、ふわふわお布団、夏は涼しく冬はあったかいと、リス、ハブ、ハムスターの布団ということで売ってましたんで、ちょっとこれを使ってみたいと思います。で、もう一つありました。もう一つご紹介するのは、はい、トロピカルドライフルーツっていうのがね、売ってましたんで、これも購入してきました。パイン、パパイヤ、マンゴーに含まれている酵素と食物繊維が健康維持をサポートしますって書いてありますね。ウサギ、ハムスター、リス、モルモットなどが対象動物だそうです。では早速お布団の方から開けてみたいと思いますね。袋から一つかみを取り出し、細かくほぐしてから飼育ケースに入れてください。ペットは自分の巣箱に運んで寝床を作ります。足りないようであれば少しずつ追加してくださいとのことです。はい、では早速いきます。こんな感じで入っておりますね。なんかほぐすってことで、食べるから行ってみますかね。はい、ついでにこのトロピカルドライフルーツ、あげてみますね。はい、どういった反応をしてくれるんでしょうか。プリンちゃんが来ましたね。プリンちゃんが、おっと、ちょっとお口に食べてくれてますね。100円ショップなんでね、食べ物はちょっとどうかなと思ってたんですけどね、購入してしまいましたね。あとハムスターのね、 お家とか動画を見てたら皆さんね、購入されてたんで調べたんですけど、今売ってないような気がしてね、ダイソーに問い合わせたら取り寄せできるということでね、2つぐらい頼みましたね。ハムスターのお家、とりあえず食べてくれてますね。プリンちゃんははどうなるのかはちょっと本日動画をお届けできるか分かりませんけど、
また来てくれましたね。もう一回入れとくよ。素材じゃないんでね、ちょっと入れときますね。ちょっとほんのちょっとしておきますね。空いてないみたいでね、手のひらに来てくれませんでしたね。徐々に慣れてきてくれてるのかななんて思っております。はい、といったわけで本日は100円ショップのふわふわお布団とトロピカルドライフルーツをご紹介いたしました。また皆さんもね、興味がある方は買ってみたらいかがでしょうか。はい、では本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。